米国我々が韓国から撤収する際には韓国経済を崩壊させる終わったな。保守論壇では有名な麗澤大学の西岡教授が、米国の安全保障専門家から衝撃の言葉を聞かされたという。米国が韓国から軍を含めて全て撤収する際には、経済を焦土化させるそうだ。米国の同盟国でなくなれば中国の一部になる可能性が高く、そのような国に産業を残しておくわけにはいかないという考えらしい。引用。北朝鮮への横流し疑惑で、韓国半導体産業の終わりの始まり。1/12、金、17時45分配信デイリー新潮。米国が口を差し挟まないだけで、脱、韓国が始まるのですか。鈴地、安全保障上からも韓国が米国に見捨てられることを示唆するからです。半導体は安全保障に直結する戦略製品です。ドラムの約 72%、難度型の約 44% を韓国の2社で作っています。これを米国が許してきたのも、韓国が忠実な同盟国だったからです。ところが今、米韓関係の雲行きが相当に怪しくなっている。大変な自信を持った韓国は日本にはもちろんのこと、米国に対しても何するものぞとばかりに高飛車に出ているのです。一方、トランプ政権は北朝鮮を非核化するためには在韓米軍の撤収、あるいは米韓同盟の廃棄までも取引材料とする勢いです。同盟は維持しても在韓米軍が撤収する、あるいは削減するだけで、朝鮮半島は不安定化します。そんな国の企業に、米国が戦略物資の半分を作らせるでしょうか。麗澤大学の西岡緑客員教授は米国の安全保障の専門家から我々がこの半島から撤収するときは、焦土化して引き上げると聞かされたそうです。焦土化とは物理的に燃やしてしまう、ということではなく経済的な資産を破壊する、との意味です。同盟を廃棄した後、つまり中立化した韓国は中国の衛星国となる可能性が極めて高い。中国の衛星国に世界のメモリーの半分を作らせるわけにはいかないと米国は考えるでしょう。米国の考えを見て取った半導体ユーザーは今から購入線を変えておこうと動くと思います。引用。韓国が米国の同盟国でなくなった瞬間にどういう運命となるかがよく理解できるよね。多くの半導体シェアを持ってる企業をそのまま放置しておくことは安全保障上の問題があるからな。それで、韓国経済をわざとダメにしてから、北朝鮮に渡そうとしてるんですか。大正時代に日英同盟が解消された。すると途端に諸外国との関係が悪化し始め春ノートを突きつけられることになった。同盟関係を維持することがどれだけ大切かは日本は歴史を通じてよく知っている。ところが韓国はそれを知らない。だから、日米安保条約のことが話題になった時、みんな慌ててたんですか。日本が米国の同盟国でなくなるというのはもはや物理的に不可能だと思う。戦略物質について日本が独占していることから考えても、米国が失うものがあまりにも多すぎるからだ。だが韓国は違う。韓国を失っても米国はさほど困らないはずだ。それで世界中の企業が、韓国以外の企業に発注するようにし始めたんですか。それよりも復活水素の行き場として韓国企業の代わりとなる取引線を探さなければならない。米マイクロンや東芝の例に習い今後日本国内で半導体の工場が激増するかもしれないね。引用。韓国から逃げ出すユーザー。日本政府は輸出管理の強化を武器に、韓国2社のシェアを落としていくのですね。鈴地、日本政府が誘導する必要はないかもしれません。なぜなら、韓国2社の半導体を買っていた世界の会社が、調達線を多様化して非、米の半導体メーカーへの注文を増やすであろうからです。いつ供給不安に陥るかわからない会社を頼りにはできません。世界のビジネスマンは米政府の動きに注目しています。もし、日本の輸出管理の強化に米国が口を差し挟むなら、今回の事件は日本の暴走とみなされたでしょう。しかし、米国は10日経っても動かない。そこで日本は米国にお墨付きをもらっているのだなと世界の関係者は見なし始めました。米国は韓国を助けないなと見た半導体のユーザーは、
韓国の半導体産業の将来に疑問を持って、調達線を韓国から非米に切り替えるでしょう。引用。世界は、そういう禁輸措置を食らうようなリスクのある国とは取引できないとシンプルに考えるんだ。日本と韓国の政治的事情に首を突っ込むつもりもないし、ましてや日本を歴史的な話で追及するなんてのは間違ってもありえない。日米と仲良くすれば儲かる。韓国の味方をしても儲からない。会社は利益追求集団だ。鈴地さんも言うように利益を出さなければ株主から訴えられてしまう。ならば少しでも利益を毀損する可能性のある選択肢は排除しなければならない。経産省や官邸が隠している最大のポイントだと思うが、韓国に関する重大な安全保障上の問題が発生して、韓国全体が制裁対象になるような出来事が視野に入ってるとしか思えないね。日本政府は韓国と取引を続けると重大な損失が発生すると企業にも内々に伝えていた可能性が高いと思っている。確かに、そういう気もします。日本の産業界からは、反対の声が出てませんからね。北朝鮮が韓国の半導体工場を人質に取る恐れがあった。今の状態で韓国に半導体生産拠点を置いておくと、北朝鮮の短距離ミサイルによってグローバルサプライチェーンが脅かされた場合に米国でさえも打つ手がなくなるということだ。これは安全保障上の問題が米国にも及ぶことをも意味すると思う。引用。北朝鮮が最近、300ミリの発展層ロケット砲を配備した模様です。5月4日、北朝鮮がロシア製のイスカンデルとみられる弾道ミサイルを試射しました。その時、同時に撃ったのが300ミリのロケット砲と思われます。射程は200キロ超で、GPS による精密誘導が可能とされています。在韓米陸軍の主力基地である景気道、平沢、ピョンテク、と隣接するカラス山、オサン、空軍基地を攻撃するのが主な目的です。ただ、この300ミリロケット砲の射程圏にサムスン電子の主力工場である平沢工場と、SK ハイニックスの主力のキヨス、チョンジュ、工場、中西北道、が十分に入ってしまうのです。韓国の、世界の主軸メモリー工場はかなり危ない場所に立地しているのです。政権が保守か左派かには関係なく、韓国の2社は半導体ユーザーにとって危険な会社なのです。この危険な2工場を放置しておけば、つまり西側の脆弱性をそのままにしておけば、北朝鮮に対する威嚇が効かなくなります。世界の半導体ユーザーも米政府も、韓国以外の場所で、韓国資本以外が半導体を製造する体制を構築したいと思うのは当然です。引用。安全保障上の問題というのは、つまり韓国を日米の安全保障の枠組みから切り離すことそのものだと思う。わかりやすく言うと、韓国の半導体産業を崩壊させなければ在韓米軍の撤収には踏み切れないということなんだよ。これが長い間隠されてきた真実というわけだ。今までのアメリカと、トランプ大統領のアメリカって、全然違いますよね。いや、おそらく主な事情は日本側だと思う。なぜなら戦略物質を日本が握ってるからだ。99.999% のフッ化水素でなければ半導体の量産は難しいだろう。平成から令和に変わる過程で、日本政府や日本企業内にいた韓国寄りの人物が一掃されたんじゃないかと俺は見ている。経産省がここまで強気に出てる背景もそこにあると思う。日米の内部で重大な政策変更があり、その結果として韓国を安全保障の枠組みから切り離すことにしたんだろう。韓国を見捨てたくない勢力がこれまで抵抗していたが、ついに令和時代になってその勢力争いに負けたというか、先週末までで米国が韓国を助けないことがほぼ確定したので、今週からより韓国を見放す動きが強まってくると思う。世界中の企業の韓国に対する動きに注目しよう。